こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本はグローバルホークの導入を見送る可能性が出てきました。それは米国で新たな無人偵察機が開発され、成功した可能と、今さら高額なグローバルホークを購入しなくてもいいので、鳩の意見が出てきたをきっかけでしょう。ステルス無人偵察機 RQ-180 の存在があり、無人偵察機も時代はステルス化へと向かっています。なんと、韓国にはグローバルホークがあり、納入されていますが、情報収集機がついていない状況との、これはこれでずさんなというか無駄な税金の使い方ですね。しかし日本もすでに一部を支払い済み、導入を見送るとなると日本としても税金の無駄遣いになる。イランがグローバルホークを撃墜した事例を見ても、完璧に無傷での運用は難しいでしょう。では、今回グローバルホークも白紙撤回へと問題が進むのか、見ていきましょう。韓国みたいに飾るだけの偵察機はいらないですからね。来年2021年に配備の予定で計画が進められていたアメリカの無人偵察機グローバルホークブロック30の日本での導入が白紙撤回も含めて検討中であることが報じられた。日本が導入を予定していた無人偵察機グローバルホークブロック30は正式にはRQ-4B ブロック30という形式であり、画像に加えて通信傍受も可能なシステムを備えた機体だ。これまで日本の防衛装備庁は2018年6月にこの RQ-4B ブロック30を全体で3機調達する契約を結んでおり、総額では約850億円の費用とされ、かなり高額な印象は否めなかった。今回ここに来て RQ-4B ブロック30の導入が再検討されたと思えしき。理由はすでに当初の予定の約510億円から約850億円まで高騰していた取得費用は、元より維持費の増加も予想されるためだ。これはすでに RQ-4B を総数45機運用しているアメリカ空軍が画像偵察特化型のブロック20と日本を導入予定であった件のブロック30を退役させる動きを見せたことによる。もし仮にアメリカ空軍のこの動きが現実となれば、RQ-4B ブロック30は日本に先行して2019年から導入を始めた。韓国のみが運用国となり、稼働機体数の減少はそのまま維持費の高騰につながると考えられる。このアメリカ空軍の動きも確定ではないものの、すでに新型でステルス機能を付与された無人偵察機 RQ-180 の開発に成功していることから、ほぼ退役に傾くと見て間違いなさそうだ。また、こうしたコスト面だけではなく、RQ-4B ブロック30そのものの有用性にも、日本が調達を決定した後に
疑義を生じさせる状況が発生していたことも一因として挙げられる。それは2019年6月20日に起きた事象であり、この日イランはホルムズ海峡上空から領空侵犯をしたアメリカ空軍の RQ-4A の撃墜に成功したと発表。アメリカは領空侵犯は否定するも撃墜は認めた。 RQ-4A は RQ-4B ブロック30より小型ではあるが、全長 15.52m、全幅 35.42m、航続距離約22,000km で、約18,000m の高高度を飛行可能で、撃墜は困難だと考えられていた。もちろん、この RQ-4A 撃墜には、レーダー誘導方式のロシア製の地対空ミサイルが使用されたと見られており、一兵士が携行するような簡易的な対空兵器でなされた攻撃ではないと予想される。どちらにせよ、この撃墜がアメリカに影響を与えたことは確実で、一機あたりの取得から運用に要する費用と損失した場合の損害を比較した場合、後者がより大きいと判断されたと想像に難くない。こうした情報をインドのメディアユーラシアタイムズも、日本も費用対効果の面に照らして、グローバルホークブロック30の導入を見合わせるであろうと記事で報じている。ここではインドもまたグローバルホークブロック30の導入を同様に検討した時期もあったが、ステルス性もなく、かつ攻撃用の兵装も備えていない、同機は有用ではないとの見方を示した。その理由は、インドが対峙し偵察対象と考えられるパキスタンや中国もイランと同様にレーダー誘導方式の地対空ミサイルシステムを保有している点を挙げており、賢明な判断と言うべきだろう。翻って日本の場合、総額850億円のうちのすでにいくらかは支払い済みと見られているが、この状況はまさにイージス・アショアと同様とはいえ、無用なこれ以上の支出は戒める良い機会かもしれない。そもそも日本がグローバルホークブロック30を導入しようと考えた理由は、北朝鮮のミサイルへの対策と南西諸島における中国の動きへの監視強化という2点が最大の焦点だったはずだ。しかし、くしくもインドのユーラシアタイムズの指摘通りに、北朝鮮はともかく、中国はこれを迎撃する地対空ミサイルを多数配備しており、目的の半分以上は現時点でも実効的ではない。現状では一気にステルス化した機体までは厳しいかもしれないが、グローバルホークブロック30の約850億円とも言われる予算を鑑みれば、安価な無人偵察機はなんとか国産化できないのだろうか。ちなみに RQ-4 のアメリカ海軍仕様である機体はMQ-4C ドライトンであり、こちらは2018年から運用が
開始されており、全68機を導入する計画が現在進行形で進められている最中だ。このアメリカ海軍の MQ-4C トライトンは有人哨戒機の B8P ポセイドンと対となる運用が想定されており、こちらも2013年からの配備と比較的新しい機体となっている。しかし、MQ-4C トライトンと RQ-4B ブロック30のコアとなる電子機器類の互換性は低く、こちらの運用が継続されることが RQ-4B ブロック30の維持費の高騰を抑える可能性は低そうだ。